皆さんは太陽ゲームというゲームを知っていますか？ちなみに僕は知りません。ようお前らテルトだということで、今回なんですけども、今回はですね、なんと太陽ゲームというスイカゲームにめちゃくちゃ似てるらしいゲームをやっていこうと思います。ちなみにスイカゲームが好きな子は今すぐ高評価チャンネル登録しててね。さあ、一体どんなゲームなんだろうね。はい、スタートをしていきますと、なんかめちゃくちゃ見たことあるような画面なんだけど、え、待って、あ、これで落とせるんだ。なるほどね。さあ、そして皆さん見てください。ここよくわからない惑星が並んでるんだけど、え、これなんだろう。え、多分こっから水星、火星、金星、地球、土星、木星、太陽かな。え、僕この一番ちっちゃいやつ知らないんだけど、知ってる子いたらコメントで教えてね。あ、なんかスコアとかもあるね。でね、みんなここ見てほしい。地味にネクスト書いてあるんだけど。さあ、この謎の一番ちっちゃい惑星と次水星があるね。はい、落としていく。あ、意外と、ちゃんと、なんか、ちゃんとっていうかめっちゃ似てるくない？めっちゃ転がってるし、なんか、今水星ができたぞ。はい、次土星と土星がぶつかって。あ、土星じゃない、火星だ。やばい、みんな、金星ができたんだけど、これ金星なのか月なのかわからないけど、はい、ダブル金星とね。やばい、待って、これみんな、予想以上に楽しいかもしれないね、これ。地球ができてしまいました。さあ、次、水星を当てて、いや、これ今回、火星を作る目標行きましょう。ねえ。待って、みんな、これ、言っていい？これ。ぶっちゃけ。スイカゲームよりも楽しいかもしれない、これ。待って、土星できたんだけど！ナイス！あ、ちょっと待って、これ良くないね。これ非常に良くない。はい、良かった。回収できた。え、これ、意外と、スムーズにできるぞ。はい、当てていく。あー、結構跳ねるんだ。なるほど、このゲームも、スイカゲームと似てかなり跳ねるらしい。そこへ気をつけていきたいですね、すごく。はい。はい。ナイス！これ、ぶつかるんじゃない？どう？ぶつかってくれ！ 3, 2, 1, ボン！なんと皆さん、早くも木星が誕生してしまいました。これナイスだね、ちょっと。さあ、そしたら次は、どうしよう。この右側に、ナイスナイス、めっちゃ回転してる。右側に土星を作る作戦で行きましょう。さあ、これうまく、この地球を利用したいよね。うまくいけるかな？はい、ナイス！いけ、いけ、行ってくれ！ノー！ちょ、ギリ届かなかったね、これ。だけど大丈夫ですよ、と。はい、ナイス。で、これで、火星作るじゃん。いや、待って、良くない？普通に僕今回、プロじゃない？ちょっとこれ。はい、ナイス！よくわからない形になったけど、これとりあえず大丈夫そう？おお！ちょ、だ、木星跳ねすぎじゃない？ちょ、はみ出してるんですけど、なんか意外と、ちょっとはみ出すぐらいでも大丈夫っぽいね。はい、ぶつけていく。これでどう？おい、お前、水星、お前下がってくれよ、もう少し。なあ。土星と土星がね、ぶつからないんだよ、そのままだと。え？なんと皆さん、早くも、みんな大好き太陽ができてしまいました。しかもなんかエフェクトすごかったよね、今。とんでもなく爆発してたよ。え、待って、これ、超いい感じじゃない？はい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 。水星ぶつけて、で、さらに火星いい。いいよ。はい、地球になっていく。いや、めちゃくちゃ美しいんだけど。待って、地球それ大丈夫か？帰ってこい。ナイス！地球お帰り。え、待って。これかなりいい形じゃない？これスイカゲームで言うところの、
スイカメロンだからね。やばい、みんなこれダブルスイカならぬダブル太陽あるかもしれない。ちょっとね、今回はここまで来たということで、せっかくなのでダブル太陽を目指して頑張っていこうと思います。え、これ待って、冗談抜きでいけるぞ多分。だってこれでさ、あとちょろってやるだけだもんね。わ、そっち行くんじゃない。よし、ナイス、よく耐えてくれた。でこれでしょ。え、待って、これあとさ土星作るだけで終わりじゃん。やばい、みんな僕の時代が来てしまったかもしれない。どうやら、お待たせいたしました。非常に、待って、これはこうして、はい、ナイス。だけどね、下の彗星を救いたいんだよな。そういうことだよね。で、え、待って、これどうなる、これで、それ大丈夫。あぶねえ、ちょっと危なすぎなんだけど。ちょっと皆さん見てください。なんと今から太陽ゲームに革命が起こります。みんな人生の中で考えたことある？太陽と太陽が接触すること、考えたことないよね。果たしてこのゲームではどうなってしまうのか、行こうと思います。3-2-1ボン。ちょっと待って。ちょっと待って。何が起きたんだ？今何が起きたんだ、これ。え？ブラックホールができたんだけど、やばくない？これ。しかも全部リセットされたってこと？これじゃあ。ほんとだ。全部リセットされてる。綺麗に。え、待って、これ無限にできるじゃん。ということでみんな、これは今回どこまでスコアを伸ばせるか、頑張って検証していこうと思います。え、待って、これ太陽ゲーム僕センスあるかもしれない。めっちゃ楽しいんですけど。ねえ。待って、これ考えろ。こっちの方が多分いいな。はい、ナイス。うまい。で、これで、そうだよね。で、ここに彗星作って、これどうしよう。ちょっと違うな。こうかな。おー！また木星ができたんだけど。これ太陽チャンス来た。みんなこれ太陽チャーンスだよ、太陽チャーンス。またね、太陽ができます、こちら。はい、まず金星を作って、あ、この辺で作るのありだな。この辺で作ってみるか。こっちにして、はい、ナイス、土星。で、また土星作ったら太陽作れるじゃん。やばいね、これ。おっと、おっと、彗星を助けたい。ナイス。はい、こうして、ちょっと待って、この二人ぶつからないのちょっとまずいぞ。はい。あ、ナイスナイス。なんとかなってくれたね。はい。え、こうして、まあ、ちょっと良くないな。まあ、まだいけるか。みんな、ただいま、太陽2個目でございます。これ嬉しいね、すごく。待って、太陽めっちゃ跳ねるやん。とりあえず。待って、これ地球できるね。よし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 。じゃあ今回は左側でまた太陽を目指していっちゃいますか。はい。で、こうするでしょ？いいね。いいね、すごく。やばこれ。このゲームやってたら惑星に詳しくなるぞ。うん。はい、ナイス、地球。お、いい感じじゃない？ちょっと。で、これで、金星作るでしょ？これちっちゃいものエリアで、こっち潰して、はい。はい。さらに、ボン。わー！金星がそっち行っちゃった。だけど、安心してください。あ、待って、みんな最悪なんだけど。ちょっと、これ見て。土星と土星がくっつかなかった、最悪。まあでもね、まだチャンスはあると思う。おー、何がどうなった？ちょっとあの、火星が出てしまいました。失礼しました。さあみんな、まだまだやっていくぞ。これ悔しいね。さっきめちゃくちゃいいとこまで行ったのに。でもさ、初プレイでこれ行くのやばくない？ちょっと。もうここに来てね、太陽ゲームで本気をね、発揮してるかもしれない、僕。今後太陽ゲームのプロゲーマーになるかもしれない。よし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 。でもやってわかったんだけど、スイカゲームよりか、かなり、イージーだね。
5つけていく。ナイス。はい、皆さん、なんと今スイカとメロンがある状況です。はい。いや、こっからね、やっちゃうよ。また僕は伝説を見せるぞ、もはや。はい、ナイス。いや、いいね、地球ナイスすぎる。地球ナイスよ。これ転がっちゃうの怖いね、ちょっと正直。あ、ちょっと待って、ミスった。まあ大丈夫か。これ大丈夫なのか、本当に。めっちゃ転がってるけど、お手玉のように。はい、こうして、うわー、くっつかないの、ちょっとまずいね、それは。ここから入れる保険とかってありますか、皆さん。はい、探してるんですけど。さあ皆さん、なんと太陽ができてしまいました。もう太陽ができるのはもう慣れてしまいました。お手の物でございます。さあ問題はこっからなんだけど、ちょっと頑張ってやっていきますか。いや、ちょっと太陽上に行っちゃったの良くないね、これ。大丈夫かな。太陽めっちゃ上行くやん、やめて。はい。いや、待って、これめっちゃ良さそうだけど、どうなんだろう。そう、みんなダブル太陽見てて。僕のダブル太陽が達成する瞬間を再び。復活のダブル太陽。はい、ナイス。太陽が帰ってきた。太陽が帰ってきたの嬉しいの、これ。はい。わー、どうしよっかな。ここに置いて。で、一旦火星作ってからの火星。ナイス。待って、この形。理想すぎない？ちょっと。理想すぎるんですけど。太陽研究家のテレト選手としても、もう、やっぱりね、この形はもう素晴らしい。すごく。よし、これこっちに置いて、こうだな。いや、まあ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 、大丈夫でしょう。ナイス？いいよ、すごく。一旦ここ置いて、こうして。めっちゃ跳ねてるけど、これ大丈夫なん？ちょっと。跳ねすぎだよ！やったー！さあ、この上にもう一回土星を作ってしまえば、もう僕の勝ちだぞ。はっはっはっ。もう僕を止められる人は誰もいないぞ。はい、ナイス！はい、地球カムバック！これ、安全に行こう。ここにあと、金星ができたら、僕の勝ちだからね。はっ！みんなこれ、気持ちいい瞬間一定ですか？水星と水星がぶつかり、火星がぶつかり、金星がぶつかり、地球、土星、木星、太陽。3、2、1、ボン。じゃあでもみんな本当にごめん。あ、本当にごめん。僕やらかしたわ、普通に。うん。最悪。これどうにかしていい方法ないかな？こうしたらどうなる？美味しい！なんかうまくくっついたぞ。やったー。待って、やばいって、普通に。これもうリセットされたようなもんじゃん。最初の場面とこれ変わんないよ、みんな。さあ、果たして、こっからどこまでいけるのか。もうポン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 やっていこうと思います。はい、ここに当てていく。はい。ナイス。なんかちょっと面白い形になっちゃったけど。まあまあ大丈夫でしょう。はい、これでどうだ？やばい、待って、みんな調子に乗って、ポン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 やってたらさ、ちょっとまずい状況になってきたね、これは。これでどうなる？とりあえず。ぶつかれ！そこぶつかってほしい。どう？これで。わー、反れちゃった。まあでもね、皆さん安心してください。こっからがもはや本番と言ってもいいぐらいですから。ほらね。待って、これもしかしてまた太陽を作れる？待って、これみんな、また太陽を作れるんじゃない？ちょっと。太陽を作っちゃいますか。はい。さらに、はい。ナイス！うわー、地球がちょっとぶつかってくれるか、これ。どうだ？これ意外と、スイカゲームと違って、そんな転がっていかないね。はい、ナイス。ただめっちゃ跳ねるんだよな。
そう、死ぬほど跳ねるのよ。うわー、ここぶつかってくれれば太陽だったのに。畜生、もう一回ここで土星を作るしかなさそうだね。いやでもね、まだね、希望は捨てられてないよ。まだ希望はある。頑張ろう、最後まで諦めずに。ナイス！待って、この土星と土星すっごいぶつけたいんだけど。どうにかできませんか？どうにかできませんのか？ちょっと厳しそうだね、これ、どうにかするの。はい。お前ら、仲良くしてくれ。はい、ナイス。太陽ができた！やったー！だけど、とんでもないとこで太陽できちゃったね、これちょっと。いや、とりあえずここに地球作るか。とりあえずここに地球作るかの、パワーワード感やばいね。いいよいいよ。これで、あー！火星が出ちゃったのか！ということで、みんな今回のゲームどうだったかな？まさかのね、めちゃくちゃスイカゲームに似てる太陽ゲームだったんだけど、ちょっとね、スイカゲームより好きかもしれないぐらい楽しかったです。さあ、そしてね、 YouTube 僕毎日投稿頑張ってるんだけど、いつもね、動画見に来てくれてありがとう。そしてね、毎日ね、動画上げてるから、僕のチャンネルね、ぜひ毎日遊びに来てね。ということで、このゲームが面白いなと思った子はぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな、太陽。